どうもガチャガチャピンピンガチャピンです。今日は一戦試合出場を記念して遠藤選手に来ていただきました。イエーイ、どうぞ。パフパフイエーイ。早速ですが、遠藤選手が選ぶマイベストチームを教えてください。フォーメーションは、フォーメーションは、271っていう斬新な、271、うん、なかなかないですよね。なかなかないっていうか、誰もしてないと思う。誰もしてない。画期的。僕がやった引退された方から全部選びます、はい、おー、それは楽しみです、はい、でゴールキーパーは楢崎選手、はい、はい、Jリーグの試合で一番出てるから。あー、シンプルなお答えですね。はい、はい、それでは次はディフェンダー。ディフェンダーは、はい、井原さん。井原さん、はい、いや、なんとなくなんとなく、まあそういうね、なんとなく、そうですね、代表の試合で僕の次に出てるんで、はい、と、中澤裕二、まあずっと一緒にやってて、うん、まあ本当頼りのある、はい、ディフェンダーだったので。ミッドフィルダーここ一番多いですよね。7人、はい、7人。木村和志。木村和志、あ、Jリーグか。あ、入ってる入ってる、あ、大丈夫。じゃあ大丈夫。じゃあ木村和志さんはなぜ、フリーキックがうまい、うん、2人目は福西。福西さんは代表で一緒にコンビも組みましたし、僕の兄貴的存在だったので。じゃあ3人目お願いします。3人目は小笠原。小笠原さん、はい、同い年だから。あ、でもね、そういうなんか知らない人でも同い年って聞くと、はい、あーってね、親近感湧きますね。そうですね、はい、そういうの大事ですよね、はい。4人目誰にしよう。あ、決めてきたわけではないですね。決めてないですよ。なるほど。あ、ラモスさん。あ、ラモスさん、はい、僕原宿で一度見かけたことあります。あ、本当に。なんかオープンカー乗ってらっしゃいました。あ、目立つからね、あの人ね、はいはい。ラモスさんはもうサッカーが単純にうまい。うん、それでは5人目お願いします。5人目、中田英寿。あ、入れとかないと怒られそうなんで。そうなんですね、中田さん入れておきます、はい、入れたので怒らないでくださいね、はい、中田さん。じゃあ次6人目、あ、はい、山口元博さん。山口元博さん、はい、理由は、これは僕が1年目の、はい、同じチームで、うん、同じポジションで、はい、あの一番衝撃を受けた J リーガーです。どういうところに衝撃を。ボール取られない、うん、不思議な感じでしたね。へー、はい、なるほど。それではミッドフィルダー最後7人目お願いします。7人目、誰だ、いっぱいいるからな、うん、誰にしようか。あ、一人だけ現役でもいい。はい、じゃあルールは破って、はい、現役、はい、もう一人は遠藤で。あー、忘れてた。そうですよね、はい、その理由は理由、お、自分だから。そっか、はい、そうですよね、はい、遠藤さんがいなければね、はい、いけませんものね。それじゃあ次フォワード、たった一人。フォワードは久保達。久保達さん、はい、理由は、理由は身体能力がすごい。1日で1回声を聞くか聞かないかなので。あ、無口でいらっしゃるんですね、はい、何を言っても無口なので、はい、その辺もまた渋いなと思います。おー、なるほど、渋さを買われて、はい、ということですね。そのチームでね、試合できたらいいな、なんて見てみたいな、なんて思います。はい、Jリーグ優勝すると思います。はい、あ、そうですね、はい、なのでぜひ見たいという方はこちらまでお願いします。では遠藤選手、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。